最古の古代人類ホモハビリス。古代人類ホモハビリスは人の進化の重要なステップを担っており、ホモ族最古の種類とされている。発見は1960年にタンザニアで化石が見つかった。ホモハビリスの平均身長は130から150センチメートル、体重が30から50キロ、脳の大きさが現代人の約半分程度だった。顔の特徴は額が狭く顎が突き出ており、犬歯が大きかったとされている。どのように生活していたかというと、主に果実、植物、昆虫、小動物を食べており、彼らが作った石器はオルドワンと呼ばれており、石器文化の一部で切断、剥がす、砕くなどの基本的な用途で使用されることができた。彼らは類人猿から人への進化の過程で石器を使う能力や歩行能力を向上させ、徐々に現代人に近い特徴を持つようになった。ホモハビリスは人の進化の過程で重要な役割を果たしており、その研究は現代人の進化のルーツを追求し、進化の過程をさらに理解することができるようになるでしょう。